なるような、そんな感じのね、ところなんだよね。いいよね、なんかこういう古いものが残ってるというのがね、古い建物に巡り合う瞬間がね、旅の醍醐味の一つかもしれないですね。こういうね、なんかおしゃれなね、建物とかもね、発見するとね、おーっていう気持ちになるんですよ。で、バスの時間をちょっとチェックしてですね、ドンブルクという場所があるんですね。ドンブルクにユースホステルがあるわけです。フェーレという場所ですね。フェーレという場所にドンブルクという町があって、そこにね、お城のユースホステルがあるんですね。まあ、フランスなんかにもね、こういうお城があったと思うんですけども、オランダのところにあるお城を利用したユースホステルですね。まあ立派なお庭があるような。で、その近くに海があるわけですね。オランダの海ですね。まあ周りには羊がいたり牧場があったり、これが泊まっていたお城のユースホステルでございますね。まあお城というよりは砦のような、教会のような、そんな感じがします。お城じゃないのかな、お城っぽく見えたんだけどな。で、その近くのね、町に行ったり周りを歩いたりして過ごしておりましたね。近くの町で お祭りがちょうどあったんですよね。なんかやぶさめではないんだけども、弓は使わないんですけどね、なんか盾みたいの、盾みたいの持ちながら、まあそのあこうこうちょっとだけあるね、なんか北海道のね、どさんこみたいな、なんかすごい足の太い馬ですね。まあその映像はないと思いますけどね。これは泊まっていたお城のユースホステル、鳥が近づきましたね。お金なかったんでね、こういうところでのんびり過ごすしかない。お祭りを見ながら食べていたサンドイッチとポテトですね。いや、こういうね、露天商のね、食べ物がまた美味しいわけですね。こういうね、ヨーロッパ系のね、お祭りのね、食べ物ってあまり食べたことなくてね、オーストラリアとかでも食べたことあるんだけど、これはユースホステルの朝食ですね。チーズがね、いろんな味があって美味しいですよね。なんか お前の食文化にね、食文化が見えるのが楽しいんですね。まあ薄っぺらいチーズはノルウェーのベルゲンとか行った時も食べたような記憶が残っておりますけどね。朝食がちゃんとついているユースホステルに行くとね、ああいうのは食べれますね。馬とかの羊のね、牧場があったりして、海に行くとたくさん人がいるようなね、そんなドンブルクでございますね。そして、時間が来たのでアムステルダムに戻っていきますね。そんなこんなで、戻って、そして飛行機に乗ってアフリカに行くわけですね。アフリカは今まではモロッコしか行ったことなかった。ちょっとだけ西サハラのところも飛行機で飛んだことあったかもしれないけど、
西アフリカ自体は初めてですね。ガーナを選びましたね。クアラっていうとこが首都なんで、国際空港があります。アクラ、グレーターアクラ、グレーターアクラ、グレートアクラかな。まあ昔ね、奴隷貿易の積み出し港はこの辺りかな。ちょっと詳しくわかんないですけど、まあ奴隷を売っていたのも三角貿易の一つですけどね、確か。ヨーロッパの武器を地元の偉い人に渡して、その見返りに奴隷を渡す。奴隷が南米に連れて行かれて、奴隷と南米の銀が取り替えられて、その銀がもともと武器を持っていたヨーロッパに持って行かれるという、そう、三角防衛ですね。これはアクアにあったなんか広場ですね。なんかね、西アフリカはものすごいアフリカかなと思ったけど、こういうね、ちゃんと街並みがあって、海ではちゃんとね、オランダの海でもね、人が泳いでましたけども、ここ西アフリカのね、ガーナのね、アクアの海でもね、人が泳いでおります。ちょっとね、様式が違いますけどね、ちょっと空がそんなに入ってない感じ でしたけど、まあここでもね、ちゃんと街並みがこうあるわけですよ。でもなんかね、ヨーロッパ調ではないような、このまあうっすらとヨーロッパ調なんだけども、南米とかさ、キューバとはまたちょっと違う感じがいいよね。ちょっとインドにも近いような感じだね。いいよね、こういう感じの文化がね。まあなんかゴミみたいなのもちらほら落ちてますけどね、まあそれ自体が文化なんですね。これは止まってたところから眺めた映像かもしれないですね。海ですね。さて、西アフリカをね、どう旅しようかなっていうふうにプランを練っていた。木製の今船が映ってましたね。そんな感じでね、初めの西アフリカに飛行機で降り立って、なんか心がワクワクしているような時間を過ごしております。歩道とさ、道の境にあのフェンスがあるのはなんかロンドンっぽいですよね、僕のイメージでは。そんな感じでね、こういう時に食べるご飯はこんな感じでしたね。美味しそうですよね。そんな感じです。この2009年の7月に旅をしたところをまとめて紹介します。よじつまのカリブ、南米、オランダ、西アフリカ、ガーナ旅ですね。7月の最初にね、ベネズエラにいたんですね。ベネズエラ、そしてキューバに行って、またベネズエラに戻ってきて、オランダ構成国、ホンド、オランダ、キュラソー、シントマテルとともに平等な立場よくわからない ABC ショットのオランダ、アンティル、まあ86年に離脱してるんですけどね、そんな場所に行ったり、まあカリブ海の島ですね。あとボネルトね、ボネルト。そしてそっからオランダ、ヨーロッパのね、本土のヨーロッパ、オランダに行って、そしてガーナに至るという、そういう旅なんですけどね。まず、ベネズエラ、ベネズエラ、ベネズエラ、連邦直下
カツ区のカラカスというね、首都にいたんですね。で、飛行機のチケットとか手配をして、空港のあるバルカス州、バルカス州のマイケティアっていうところに空港がある。シモン・ボリバル国際空港。まあ、東京でいうところの羽田空港みたいな。成田、千葉県の成田にあるような、そんな感じですね。そこから飛行機に乗って、ここはキューバですね。首都のハバナ。ハバナですね。そしてしばらく滞在してからですね、バスに乗ってビシャ・クララ州のサンタクララっていうところを通り抜けてですね、そしてサンティアゴ・デ・クーバー州のサンチアゴ・デ・クーパー。まあ、キューバだと思うんで、サンチアゴ・キューバ。まあいいや。キューバのサンチアゴ。チリにもサンチアゴあるけども、キューバのサンチアゴっていう意味だと思うんですけどね。まあ、ここでちょっとだけ滞在してから、さらにバスに乗って、グアンタナモ、バラコアというところに向かいましたね。キューバの東端っていう感じですね。そしてまた引き返してきて、サンチアゴデクーバー、そしてサンタクララを通ってハバナに戻ってくる。そして飛行機乗ってベネズエラの、バルガス、マイケティア、シモンボリバル国際空港に戻ってくると。そして、そのまんまですね、バスに乗って、バスに乗るために、首都のね、連邦直轄区のね、カラカスに戻ってきてから、バスに乗って、夜行バスだったと思うんですけどね、ベネズエラのパルコン州のプントフィホというところに戻ってきました。インテルナショナルホセアカメホ空港。まあちょっと滞在してからこの空港から旅立って、で、カリブの島のね、オランダ領のところね、オランダ国語構成国、本土オランダキュラソー新島マッテルとともに平等な立場。昔は ABC 諸島と呼ばれていて、オランダ領アンティル、1986年に離脱している西インド諸島ね、アルパーっていうところを飛行機が経由していっただけなんですけどね、オラニスタッっていうところに空港があって、そこに降りて、僕は飛行機に乗ったまんまだったかと思うんですけど、ベアトリクス女王国際空港で、ボネール国際空港まで乗るんですね。クラレンダイクボネール島ですね。ボネール島、西インド諸島、一応、オランダ特別自治区、ボネール・シント・ユース・タティウス、およびサバ、ABC 諸島、オランダ・アンティル。まあ、ちょっと滞在してから、飛行機乗って大西洋を渡って、ヨーロッパの本土のオランダに向かうね。北ホーラント州。ノールト・ホラント州、トラさんも行ったことがあるスキポール空港ね、ハル・レメル・メールっていうところにある。そしてアムステダルに泊まると。北ホラント州ね、
そして列車に乗って南ホラント州ゾイトホラントのデンバーク、デンハーク、デンハーク、ハーグですね。まあここでねスリーになってしまうんですよね。まあ5万円ぐらい取られちゃったかな。痛い思い出があります。ここはね大使館街でですね、ガーナのビザを取るために滞在したんですけどね。そして、ゼーラント州、ゼーラント州ね、ゼーラント州のワルヘラン半島だよね。ミデルブルフというところに向かう。そこで、列車からバスに乗り換えて、ゼーランド州ワルヘラン半島のフェーレっていうところにあるドンブルクという町、そのドンブルクという町の中にあるのが、わー書いてないけどお城のねユースホステルですね。まあいいや。でしばらくそこで滞在してからまた引き返して半島のねミデルブルク、そしてアムステルダムで泊まってから飛行機に乗るためにハールレメールメールっていうところにあるスキーポール空港ね、そこから飛行機に乗ってガーナ、西アフリカのガーナですね、グレーターアラク州、クアラ都市圏のクアラに至るという、そういう感じでございます。